フィーゴは足速くないイメージです。でもガンガン抜くからその分より一層ドリブルが上手いんだなって思っています。ネコニアさんもガンガン抜いていますか？何をですか？あのね、僕のいとこの中学生も動画見てるんですよ。やめてください。どうするんですか？お盆に顔合わせた時に、あ、シコニラだって言われたらどうするんですか？一人で喋ってるんですか？やばくね？一人ですよ。毎日一人で家で、毎日一人で家で、毎日一人で家でウィニングイレブン10。13年前のウィレをやってるんですよ、私は。それが私の人生なんですよ。応援してください。ウィーレ10はヘディングでゴールするのが難しかったので、コーナーは全部ショートコーナーにしてショートパス繋いで攻めた方が得点に絡みやすいです。なるほど。そしてスローインはボールをスローバーに返すと抜け出せると、こういうコメントですよ。私のような下手くそに必要なコメントっていうのは。サッカー変態のレオさんとサッカーを語る動画出してください。あの、皆さん知らないと思いますけど、レオさんとは3本ぐらい動画一緒に撮ってるんですよ。実はあのエルゴラ TV というところに行くとですね、あの私の過去の栄光がありますんでリンクに貼っておきますね。レオさんと僕がサッカーを語った動画ぜひ見てください。初コメントです。いつもオーストラリアから楽しく見ています。高校時代を思い出します。チームもだいぶ完成に近づいてきてますが、僕のおすすめのカンガルーはどうでしょう？僕の見解ではあいつら全員左利きです。オーストラリアにも私の動画が届いている。こんなことがありますか？こんな涙ちょちょ切れることが。カンガルーはね、僕も大好きなんです。私が一番好きなカンガルー、それはやっぱりロジャーくんです。あのバケツを潰す様、つぶらな瞳、とてつもない大胸筋。ロジャーくんに一度でもいいから会ってみたかったです。バレンティンください。ヤクルトスワローズに行ってください。今回はですね、ギリシャ代表を見せてほしいと、そういうご要望があったんで、あ、それエディットで見せた方がいいな。エディットに行きましょう。ギリシャ、こちらです。あ、え、ハリステアスがいる。てか待って、ハリステアスの名前カリステアスってやめてください。もうそういうのは中学生が見てるんですよ。何ですかカリステアスって。な、もう狙ってんじゃん、コナミ。マジで。こんな仕打ちある？もう、コナミもやってくれるよね、こうやって。やってくれる。あの、スクロール早いっていうね、ご要望いただいたんですけど、ぜひ一時停止をしてください。視聴者の方に一時停止を求めるスタイル。すいません、本当に。申し訳ないです。ババドブーロス。あのジョン・カビラさんのモノマネされてるんですかってよく言われるんですけど、まあモノマネというかやっぱ雰囲気出るじゃないですか。サルピン・ギディス。ちょっと本当私雑魚なんで、この時代のギリシャと照らし合わせれない。本名と、え、本名もいるのかこれ。本名もいる臭くない？カラグーニスとかこれ本名でしょ多分きっと。ねえ、カリステアスはじゃあ何ですかカリステアスってなんだよマジで。カリをステアスすんの？やめてください本当に。ギリシャ強いなっていうか普通に。え、強くない？この辺り中盤の選手たちめちゃくちゃ強いんだけど。まあやっぱそうですね、あれか、パパストソプーロスとかはいないか、まだこの時代は。いないよね、いるのか。なんかこう、あれですね、ウィニングイレブンのこのキャラをずっと見てると、この左側のね、吸い込まれそうになりますね、なんか、画面に。なんか背筋がゾゾゾってするんだけど、あ、大丈夫かな？大丈夫か？よく言われるんですよ、うちに来た人が。なんか、気配ないとか、音聞こえなかったとか。うち ST スタジオじゃないんで、やめてください。そういうこと言うのは。僕、ホラー苦手なんですよ。マジで。ネットフリックスの、バードボックス一人で見て、ほんとしょんべんちびりました。そして、ペースベイ。このですね、マスターリーグ、今私が行っているマスターリーグのですね、ペースベイがどんな感じか見たいと言ってくれてる方がいらっしゃったんで見せましょう。前回っていうか、まあ前回じゃねえな、前の動画で言ったんですけど、ペースベイがとんでもないスーパー補強をされていたんですよ。じゃあちょっと見ましょう。
強いぞ。ちょっと待って、もう見えてるからね、下の方に。完全に強い、完全に強いです、これはペースベー間違いないです。だってまずファルファンとかいるし、まあ、ファルファンはナチュラルにいるんですけど、ナチュラルにファルファンはいるんですけど、強えな。アレックスいいです。これアレックスこっからね、パリサンジェルマンとか行かれますから、強いぞペースベー。これはチャンピオンシップでもいい感じの結果出すわね。えこれはそうですよ、それはデロッシ、デロッシもいるしねちょっと待ってデロッシいるんかい、おいおいおい、デロッシこの時いくつ ?24 ってことは22か、ウィニーニングイレブン10が出た時はね。えデロッシ、アイサティ、コクですよ、だって超強くね、超強じゃん。アイサティ強、コクですよ、それで、それでコク連携99、え、もう連携99だとさ、もうあれだよね、一緒にエレベーター乗ったら絶対あの止まるボタンを全部できるやん。絶対エレベーターの止まるボタン聞いてくれるし、自動ドアとか出た時はもう絶対こうなんか譲ってくれるし、車のドアは開け、ファルファン強えな。いいんですよ、コクのその99ネタは。ファルファン強え。こっからシャルケにね、行くんでしょう。現実世界では。イブラヒモビッチ。イブラヒモビッチがペースベイにいますからね。強え。強いぞ、イブラヒモビッチ。なんだ、バケモンかな ?26、てか24か、じゃあこの時。そしてフェルナンド・トーレス。強え強え、シュートテクニック95。マジ?シュート精度も92ですよ。誰も師匠と呼ばない。これは。とてつもない。いや、この同い年が2トップ張ってるっていいな。素晴らしいですね。スバラ。ペースベイいいなぁ。なんかやっぱこう、エールディビジっていいですよね。やっぱり。なんて言うんでしょう。なんか、趣があるじゃないですか。趣が。まあ、そのチャンピオンズリーグというか、まあ、EL がない頃、EL がない頃ね、ね、ね、カップ戦、ウェーファーカップの時に、まあ、そのフェイエノールとかね、優勝したりされたじゃないですか。まあ、その時、小野伸二いたんですよ。そのね、フェイエノールトに。すごい、デヨング、ビーズリー。ビーズリーめちゃくちゃ強くね?マジか。カイト。え、強いぞ、ペースベ。待って。カイトが、カイトがさ、控えに追いやられ、フィリポ・インザーギ。ちょっと待って待って待って。どうした、ペースベ。そうだよね。フィリポ・インザーギは移籍されてたもんね。この間の移籍で。やばくね?普通に。超強えんだけど。驚きです、これは。驚きものの木20世紀。もう20世紀じゃないんだよな。世の中が。ね。21世紀ですよ。まあ、21世紀になってからもう20年間経つんで、21世紀生まれの成人がもうすぐ現れるってことでしょ。あと2年ぐらいで。今までは昭和生まれダッサって言われてたわけですよ。ね。昭和生まれダッサって言われてたんですけれども、もうその平成生まれがもう過去の人になるわけじゃないですか。もう20世紀生まれも過去の人になるんですよ。どうします、世の中。昭和生まれの20世紀生まれはどうやってこれから生きていけばいいんですか。本当にもう夜も眠れません、それを考えると。私は辛いです。ペースベイがめちゃくちゃ強かったという話ですけれども、カレンダーを見ましょう。カップ戦です、カップ戦。カップ戦のですね、アストンビラなんですけれども、準々決勝、D1 カップ。こちらです。ファーストレグですね、ファーストレグ。これに勝てばですね、まあ、チェルシーかボルトンのどっちかということでございます。これが終わったらですね、まあ、先ほどカレンダーを見しましたけど、交渉期間です、交渉期間。まあ、ここでもね、ちょっとポイントは、ちょっと十分にあるっぽいんで、1万5000円ぐらいあったでしょ、今。2万ぐらいあったのかな?2万ぐらいあったんで、
ちょっと誰か2選手ぐらい取れんじゃねえかっつうわけでございます。いっか、アストンビラ戦。はい、ちょっと前回ね、本気の戦いを強いられたんで、ちょっと少し変えていきたいんですけど、まあ、4-3-3でいくか、でも4-4-2か、相手どうしようかな。いずれにしてもファンデルファールドとこのオランダコンビロッベンは下げなきゃいけないと。 なぜこうなった、マジで。どうする、右ウィング。ポドルスキ実際右できねえんだよな。バーチャットでいくか。でファンデルファールドのところがシュンさんなのかな。そうなるとメッシと変えて、オスカルセラーノは出したいんだよな。アテバ、クリシー、クリシーをちょっとブラフェイトで、ゾーンガードナーどうする、ゾーン出すか。じゃあサンメルと買っとく。この形でいきますか。この形でブラフェイトとお相手様を見比べていきましょう。だんだんやっぱちょっとブラフェイトをスタンメンで使ってない分、アテバとクリシーに差をつけられてきてる感じはある。あの能力的にね、能力の成長的に。アストンビラってベルがいるからね、普通に。ミルナーもいるからね、毎回言ってるけど。でバロシュもいるからね。バロシュ強えな。え、バロシュこれまた負けでもしたらまた大変なことになるからね。あれの時みたいになるから。どこだったっけ、負けましたよね、どこかに。ちょっと監督として負け試合忘れるってどうなんですか。ダメですけど、バーチャルとか集中させて。ピーピーピー、オッケーオッケー。どういったプレーが仕掛けてくるのか見ものです。いやー、バーチャットっていうのかな、チェックきついですよね。ちょっと困るところ、困るところなんですけど、アテバここまで。ダメです。これはクリアします。アテバめっちゃ上がってんじゃん、これ大丈夫か。おー、ナイス、サンキュー。これをこうしてこうするってこと、違うじゃん、違うことやってんじゃん俺。カトラニス、この大きなパス、うめえ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 、面白いボールですよ。おー、ちょっと待ってよ、バロシュ強えよバロシュがよ。いや今のはまあゾーンもちょっとこれコロンビア戦のあの思い出すな、ブラジルワールドカップのクロス上げられる予選に切らないやつ、香川選手の。あんま言うと怒られるんで言わないですけど、いやこれはだってもうこんな遠くからスーパーピンポイントシュート打つ、まずいですよ。右から攻めるのやめよう、左から攻めよう。バーチャと見せ場、ビービービー、ファールを取られました。ちょっとキブさん、お、ね、こういう時の、こういう時です、キブさん、こういう時なんです、欲しいのは。絶好のチャンスです。昨日を思い出そう、昨日を。いきますよ、真ん中ちょい上ぐらいだと思う、27メートルだから。いきます、狙った、あー下げて、どうする、大事なところ空いてる、オスカル・セラーノが空いてる。うまい、そういうこと。いやーいや、昨日の夜ね、昨日の終わった後ですよ、昨日軽めのあのあれで終えた。あ、ちょっと待って、チャンスなんで、チャンスなんでー、ナイスこればあちゃんじゃないですか、アシスト。ばあちゃんでしょこれ、アシスト。サイアンドコー。いやちょっと疑ってたんですよ僕ばあちゃんのことを。あの昨日の夜ね、軽めのね最後の調整を終えた後、ばあちゃんが飲みに行こうぜって言い出したんですよ、僕の目の前でみんなを。さてはみんなが来ててキャバクラ行ったなって思ったんですけど、これ嘘でしたね。これ多分飲みに行くっていうのは多分お酒じゃないです、これは。さあ試合は振り出しに戻っています。何を飲みに行ったんですかね、でもそう考えると。前に出した、何を飲みに行ったんですか、バチャット。ちょっとハーフタイムに聞いてみます、何を飲みに行ったのか。リガルーズ、右から上がっていきます、まだ上がっていきます。 OK、 キブロン、ナチュラルコーナーキック。
ゴール正面やだー。はい、オーケー、ナチュラルコーナーキックです。これがやっぱ上手いやつが蹴った方がいいんじゃないか。なんだ、どうした。いや素晴らしいっす。チェフはチェフじゃないんですよ、見たいのは。いや、じゃあチェアドリア、アドリアンのが見たい。あ、いいよ。あ、チュ、え、チュ、あ、チュはしてないね。オッケーオッケー。さあリガルース、ここでまた流れを。いや、バーチャーとかなんか奇跡的にいい動きしてるんだけど、ほら、これどうする？中にないから切り返してから左足で上げるっていう防御に出たけど、あるのかーい！ちょっと待って、ばあちゃん。いや、アドリアーノもすごいんだけど、ハットトリックですか？ばあちゃん、ばあちゃん、どうしたばあちゃん。いや、こいつね、喜んでやがったんですよ、ロッペンが怪我して。いや、これは喜んでも何も言えねえな。マジで言ってます。見るのはやめて、見るのはやめて。うめえうめえうめえ、ジェフ、これで終わり。ピッ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 。聞きました、バーチャットに。漢方バーだそうです。漢方バーというのがあるらしくて、もうデトックス効果を非常にこうね、重視したですね、漢方なんかをいろいろこうブレンドしたりして飲めるバーがあるみたいです。それに行ったっていうことでした。バーチャーと疑ってごめん。だけども、あの、誰もついてきてくれず一人で行ったっていうことです。はい、報告は以上です。小さく回します。そんなバーチャーとかチャンスに顔を折り返すか。嘘だろいや、アドリアーノの4点目もすごいけれども、ばあちゃんもアシスト3本目ですよ。なんですこれ、すごいすごいですよこれ。何が起きてます、天変地異かな。こればあちゃんのほらドリブルからの、これ見てください、もう分かってるかのような、ここにアドリアーノがいることが。全部ど真ん中シュートなんだけどね。アシスト3本ってなんか呼び方あります？ないですか？ないならバーチャットっていう名前でいいですか？決定しました、バーチャットです。おお、ちょっと強めに蹴ればね、真ん中ちょい上ぐらい。いきます、こんなもん。こんなもん。行ったんじゃないか。おお、枠行ってたでしょこれ。ほら触ってるもの。オッケー、ナイスムンタリだ。バーチャンスか、バーチャンスだ。落ち着いている。待って、何が起きているんだ何が起きている、この試合は。え、漢方効果半端ねえじゃん。もう全員に飲ました方がいいって、マジで。こんな違うの、漢方で。これいつまたここで打っても外して終わりですよ。これかわして右のアウトでこれですから、すさまじいじゃん。マジ涙出てきた。いや、まずいな。キーパー、あぶねー。そこからドスサントス。いいよ、バーチャット、いけいけ。マルサイルーレッツ、マルサイルーレッツ、いいよいいよ。あ、取られた。ボールは後方。もう失点したくないんだけれども、あなんでうめえな。いや、これはもう反省材料ですね。いや、だってゾーンがもうあって放棄しちゃってたもん今。ゴールしたのはフォワード、アンヘル。いや、パスめちゃくちゃうまいけどね、小野伸二みたいなパス。オッケー、終わり。いや、ナイス、大量得点。
よね。素晴らしかったですね。アドリアーノとバーチャとかもとんでもない連携を見せていたんで、いいリズムを生み出したんだと思いますけどね。すごかったな。ちょっとバーチャーと 7.5 ですよ。まあそのアドリアーノがね 8.5 だからマンオブは取れませんでしたけど、もうマンオブ級ですよこれは。いや思ったんですけど、これ アドリアーノじゃないや、まあアドリアーノの得点王争いもう間違いなくねこれ近づきましたけど、得点王にバーチャットのアシスト王もこれワンチャンあんじゃないかっていうぐらいアシストされてましたけど、え加速力95、ちょっとこれはもうアドリアーノがバケモンですね。バケモン、バケのモン。バーチャット、あ、バーチャットちょっとこれ能力下がってね。交渉ですね。メンバーが復帰しました。ファンデルファルトが復帰かな。ウェーファランキングが発表されました。ちょっとこれ見たい。バルサ、リオン、アーセナル、チェルシー、バレンシア、レアル、バイエルン、ユナイテッド、ペースベア、アヤクス、ニューカスポルト、ビジャレアル、レバクゼン、ネゴニラシー。下がってるやん。でまずはちょっとカップ戦のね順位表、対戦表をちょっと見ましょうよと。我々5対2で勝ってます。これはもういいでしょう。まあアウェーゴール2点取られたっていうのがちょっとなぁ。チェルシーとボルトンは、あ、チェルシー勝ってる。やるじゃないか。アーセナルとボカはガーナーズ勝ってる。ミドルズブラとニューカッスル、あ、ニューカッスル勝ってる。なるほどね。ある程度こう予想通りの展開なのかな。でこれですよ。あ、アドリアーノが一気に1位にD1 カップの1位に躍り出てね。ほらバーチャとか一気に1位に躍り出てるんで、これは D1 カップはバーチャと使っていった方がいいんじゃないか。で待ちに待った交渉なんですけど、マイチームね、マイチームを見るとですね、どこが足りないのかっていう話になってくるんですよ。要は交代要員として足りてないポジションはどこかでね。まあサイドバックっていう意見もありました。サイドバックっていう意見もただね見ていただきたいんですけど、一応ねゾーンはねこれサイドバックもできるんですよ。実はゾーンってほら、しかも適正両サイドなんで、実際サイドバックは足りてるんじゃないかっていう説もあります。でキーパートライルでしょ。でガードナーとゾーンがセンターバックできるでしょね。できるわけですよ。でブラフェイトとゾーンがサイドバックできると。でトップ下がシュンさん、ドスサントス、ポドルスキができる。はい。でウィングがバーチャット。まあウィングなのかな、ウィングが足りない。私がリストに入れてる選手をまずリーセ取りたい。あ、リーセ取ろうかな。取るって約束してるんですよ、僕はリーセを。リーセ取るか。ウィングバックとサイドバックとサイドミッドフィルダーができると。リーセ取るっていうのもありですね。まあ、カンビアッソっていうのもあるので、ガチムチ系のね、もう超ディフェンス特化のボランチを取るっていうのもありなんですよ、実際ね。ダレッサンドロも欲しいけどな。移籍金が高い選手をちょっと一回見ますか。これを利き足を左にして、年俸で想像すればいいんだね。カシージャス、アドリアーノ、チェフいるんでカシージャスは置いておいて、アドリアーノ、チェフ、ビセンテ、まあ、ビセンテ・ロドリゲスもね、いいんですよ。ただ、オスカル・セラーノのがもうむしろ強いんじゃねっていう説あります。オスカル・セラーノの年俸497ってやばくない？で、ほら、もうビセンテより強いもん。今、これ。すごくない？もう勝っちゃってんじゃん、ビセンテに。マジで。勝っちゃってますよ。ラウール、まあ、センターフォワードのラウールを取るっていうのもありだと思うんですよ実際ありだけど、ちょっと待って、ビセンテを一回比較対象から外そう。ラウールね、とアシュリー・コールとかか、サイドバックの強化で言うと、ミスター・ダービッツ、さあ、なるほどね、やっぱもう最強系ではあるんですね。てか、マルティンスどうした、もう全部すごいじゃん、足のところ、4-4-2 にして、リーセを使うっていうのもありなんですよ、それはあり。まあ、リーセちょっと一回行きましょうか。やっぱりこれは行っとかないとね。私が一番好きな選手がリーセですから。
3年の7000円ぐらいで、これどうですか。でコメント欄でね、おすすめ、先生からおすすめいただいてたんで、その辺をちょっと見ていくんですけど、まあ、ミドいいですね。ミドね、ミド取ると弱体化になりますからね、対戦相手の190センチだしね、素晴らしいですね。あとミテヤね、早ミテヤ、マルティンスは取れなくともミテヤなら取れんじゃないかっていう気もするね。早えなミテヤ、素晴らしいですねミテヤ。まあ、あとチアゴ持ったね、チアゴ持った身長もね高い、87くらいあるのかな、87ですね。おー素晴らしいな、チアゴ持ったもあれで、どうしようかな。ポイント的には、まあ、リーセを取るとしたらこの辺取れんのかな。見てやって普通に取ったらどんぐらいなの。7000か、まあ、取れないこともないですね。君ちょっともう全然オファー来ないんで、移籍効果外します。見てやとあれしたらどうなる。見てやとあれしたらトレードザメンホフを2000ポイントぐらい削る。あーいいよいいよ、これいけるんじゃないか、これでいってみよう。一回リーセ来い、とりあえずリーセ来い、そっからだ話は。リーセ、お前の弾丸シュートが見たいんだ。え、両方とも、ちょっと待ってちょ、フォートップ組んでみましょうか。一回ここリーセで、でアッテーバーが右でしょ、ムンタリボランチでしょ、ファンデルファールと、これじゃあサイドはでもウィングバックはいた方がいいよね。ファンデルファールとか CM でしょ、メッシがセカンドトップで、右ウィングロッペン、左ウィングでアドリアーノで、この控えにミテアとバーチャーとポドスキとドサントスがいると、はいはい、でマッティウィディとシュンさんがボランチの役目で、クリシーとブラフェイトがウィングバックの控えで、ガードランとゾーンがセンターバックの控え、こういうことね。ザメオフがいなくなったおかげで完全なバックアップシステムになったわ。交渉期間が終わりました。で移籍情報、ちょっと市場情報を見ましょう。バレンシアが、あ、取ってる、3人取ってる、マティウ、うわ強化されてるわバレンシア。いや結構他のところも取ってるな。これ私のチームにいた選手が移籍とかしてない、そういう面白いこと起きてない、起きてないな、あんまり。バルサはトレゼゲが加入してる、ちょっと待ってアヤックスがマルティンス取ってる、マジか。ペースベオコナー、え、結構みんなアグレッシブに選手取ってますね。ねえやるなみんな。アーセナルがウォメ取ってる、へえははえ、結構いろんなとこがいろんな選手取ってる、はいはいはい、チェルシーは注目、何にも取ってないんかい、チェルシー、サンタナ、あーなるほどね。これねキブとね、誰かがね、代表招集なんですよ。あ、キブか。キブがね、代表招集でいないんですよ。これ大丈夫か、これ、2バックなんか試して。で、ベストボラム戦16位なんで、ちょっと試します。怖いんだけど、まずこの配置合ってます、4トップの配置。私、これ、使ったことないんで、4トップなんか。サッカー人生で。大丈夫ですか、これは。じゃ、リーセさんと、相手を比べていきます。リーセ、強えな、というか。普通に強いじゃんリーセ。いやヌワンコカヌとかいるからね、この背の高い方が。大丈夫ですか2バックで。怖えな、配置が合ってるのかどうか分かんない。まず行きましょう。さあ始まりました。まあ、3トップとセカンドトップのシステムは今あると変わんないと思うんですよ多分。右に行ってしまいました。やべ、サイドバックに出せねえ、こっから怖えぞこれ、ちょっと待てサイドバックにボールが出せねえんだけど。右に回して、いやチャンス作れてるけどさ、
ああ入るんかい。それ入る。バスはでもめっちゃつながるね、前線に。今だってもう普通だとつながんないやつですもん、これ。しかも入るんかい、これが。素晴らしい。真ん中だけどな。いや、アテバが裏取られるともう終わりなんですって。終わりなんですよ。行きますね。オッケー。一瞬のクリア。いや怖いんで、そこほらもうそうなるんで。中を見ている。さあここまで上がってきました。やばいやばいやばい。ナイスリース。リースもね身長高いですから、86ぐらいありますから。待て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 。ナイスゾーン。ゾーンティアス横へ動きます。だってもう左めっちゃ上がっちゃってるけど。通るんかこれが。しかも通らねえんか。さあここに出てきたぞ。待て待て、ほらほらほら、オーケー。いやこれ紙一重だな、ディフェンスが。いやめちゃくちゃいいんだけど、サイドはフリーになって。まもなく前半も30分が経過します。サイドめちゃくちゃフリーになるからね。クリアします。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。こっちがめっちゃ不利だから。次はほら、守備の網にかかりました。リースだったら、ここでピピピピ。いやこれもう紙一重の攻防です。これもうほらほらほら。さあオフサイドはありません。左から。オッケー、ナイス。ファンデルファルト、やばいやばいやばい。行くか。ナイス、ファンデルファルト、バーバーバー。あぶねえ。リース。いや空いてんだけどね、サイドはこうやって常に。リガルース1点先制して、常に空いてます。いかがでしょう。得点してからは。いや惜しい。突破のアローチでクリアしました。さあ追加点。ビー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 。これこそあれだ、これでしょ。これでこう逆逆逆でしょうか。逆でチョンって出して、チョンって出して、あれでしょ。え、そうなっちゃ、おお、もったいない場面でした。え、これはどうやってチョンで出せんだ、これは。絶好の場面、もったいない。惜しかったけど、ね、いやちょっとこれは どうです。ちょっとこれは変えますやり方が間違ってると思うし、普通に見てや使いたいんで、ちょっと戻します。見てやと、オスカセナの交代で見てやをちょっと使っていきましょう。オッケー、普通にやります。後半は普通にやった方がいい気がする。ちょっと僕が下手くそすぎる。はい、来たロッペーン。あ、ダメです。見てや使いたいの、左フロ。そう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 、リーセと見てやサイドから、この新加入選手コンビで。さあ見てやの実力を見ましょう。いいよ見てや、早いです。はい、あ、としては、まあうまく守れてると思いますよ。回して、いいよ。これ真ん中空いてるでしょ、アドリアーノ。いいボール出ました。いやー、まずい。おー、フリだ。ナイスセーフ。さあリーセ。ネクストバームエッジ。いや素晴らしいなリーセ。いやいいよ、見て、見てやならもう、見てやドリブル早っ。やばくない、見てのスピード。いやー行きますね。ちょっとそろそろね、ロッペンのアーティスティックコーナーでね見たいんですよ、アシストが。誰に合わせるのか。こういうことじゃ、え、コーナーだったんかい。もう一回同じのいきます。ちょうちょん、ちょうちょんコーナー。さあ入れてきた。ほら、あ、大声でほらって言ったけど全然枠いってなかった。すいませんでした。見えましたが、ここは合いません。いやナイスナイス、1点差だからね。っていうかあの全然あれできないから、油断。こっちに出して、こういうことね。スペースへ出す。クリシ1点前、後ろからチェック。1点前出せん。一人で上がります。メッシに預けて。さあ抜けてきましたね。メッシ打てないんかい。これだから戻して、こう、こういうことね。ロッベン、ここで待っている。いやナイスディフェンス。いいところへ上げてきた。
ちょ、当てばそれはまずいだろ。いい攻撃だ。クリシーが元気もりもり。バカバカバカ、嘘だろ。アブリル・ラブイン ×3。アリントン、必要なチェック、プレッシャーを与えます。ファンデルファールと PPP さあ、ロスタイムだから、もうで終わりで、おっしゃい、おっしゃい。いや、なんとか勝ちましたね。両チームのね、まあ、アドリアーノのゴリ押しで。いや、オッケーオッケー。ポイントもね、ちょっと貯めなきゃいけないんでね。おぉ、アテバがアピールしてくるな。え、メッシまた上がるじゃん。ドリブルスピード96とかいっちゃうよ、これ。オスカル・セラーノも上がるじゃん。ポドルスキも。リーグ戦の順位表、ユナイテッド2位ですね。勝ってるな、ちゃんと。アーセナルもちゃんと勝ってんな。だんだんこのね、我々ユナイテッド、アーセナル入荷するっていうところは盤石化してきちゃってる。チェルシーが苦戦してる。マーヒー活躍してないのかな。リーグ D はまあベンフィカ、あ、でもリーグ D はすごく接戦なんですね。バルセロナはもうダントツいっちゃってる。ダントツいっちゃってる。バイエルンもちょっとダントツに行きかかってる。で、アドリアンは17ゴールと。まあ、アンリーはちょっと点取ってないみたいなんで、あれですね。ファンデルファートが、あれ、シアラに並びました。でですね、今回はこのミテアと、リーセ。このリーセがね、加入してくれました。キブまだ代表招集なんかい。素晴らしいですね。はい。能力すごい。シュート力がすごすぎる。ミテアも足が速い。ミテアとだからちょっと比べてみます？そのオスカル・セラーノを。どっちがスタメンでいくか。まあ、こう見ると、実際オスカル・セラーノの方がまあスタメンですよね。ただ調子が悪い時とか、バックアッパーとしてはまあミテア素晴らしいスピードを持ち合わせていたんで、この4トップシステムは負けてる時とかにはいいのかもしれない。で、次回はですね、このね、D1 カップの、まあ、セカンドレグ、アストンビラとの試合。そして、ボカジニアーズか。ボカジニアーズとの、リーグ戦と、これがだからウィーファ、チャンピオンシップですね。はい、レアルか。レアルマドリーとの試合。レアルはもう死に物狂いでしょう。後がないですから、きっと。これですね。レアルは本当に後がない状況なんで、レアルだって2勝したとしたら勝ち点が6プラスされて8でしょ。まだ全然いけんのか。まだ全然いけるんですね。ただバレンシアがアーセナルに勝ったりしたら、ちょっとレアルはもう自力じゃいけなくなるよっていう可能性はありますね。4トップ難しいです。まあバックアッパーとしてね、ちょうど足りてなかったと思われたサイドバックポジション、しかもサイドハーフもできる。で、ミテアはセカンドトップもできるし、ウィングもできるっていう選手を補強できたんで良かったんじゃないかなと思います。負けなしでいきましょう。突っ走りましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回は2試合でしたけれども、次回からはまた3試合に戻ります。ありがとうございました。さようなら。